こんにちは、J番の稲葉真由美です。今日はどうぞよろしくお願いします。早速ですが、まずは会社についてご紹介します。 J 番は性格統計学をもとに円満な人間関係を築く伝え方受け止め方のメソッドを広める富山の会社です。性格統計学とは、私稲葉真由美が16年間延べ12万人の統計データをもとに体系化したコミュニケーションメソッドです。 J 番はこの性格統計学をもとに2つの事業を行っています。1つ目はですね、資格認定事業。性格統計学を学びたい方にセミナーを開催したり教材販売を行っています。またこの学びをさらに活かしたい方にカウンセラーや講師の育成も行っています。2つ目はソフトウェアの開発販売です。こちらは2種類ありまして、伝え方ラボという相手に合った伝え方受け止め方を指南するコミュニケーション支援アプリ、それから AI 見守り会話アプリマモというロボットに連携して自動でコミュニケーションできる会話アプリです。株式会社 J 番は DX を駆使して3年で売上 300% に成長しました。そしてさらに来期は今期の倍を目指しています。現在私はこれらの事業をお一人様で切り盛りしています。なぜ一人でできているのか、これまでの経緯を交えながらお話ししていきます。先ほど3年で売上 300% に成長したとお伝えしましたが、それまでの3年間はどん底で悲惨でした。まずですね、2017年なんですけれども、開発していたアプリの完成が遅れて経営の危機に陥りました。4人の従業員を泣く泣く解雇、そして事務所を退去せざるを得ず、さらに2ヶ月後の支払いのめどが立たないという、もう究極の状態でした。で、そんな時に一冊の本と出会いました。会社は一人で経営しなさい、これはですね、社員がいなくても業務を外注すればいいんだよとか、それからそのためにクラウドシステムを活用すればいいんだよっていう、いろんなことが書いてありました。そこで私は一人経営というものを決意しました。その後2018年、ようやく開発途中だったアプリ伝え方ラボが完成しました。完成してもそうそうすぐに売上が立つわけでもなく、苦しい日々が続きました。そして2019年、このままだったらもう自利品になっちゃうなっていうふうに、もうなんとか抜け出したいと思って、本格的にクラウドシステムを使って DX をスタートすることにしました。で、ここで会社の強みと課題というものをコンサルタントの方に分析していただきました。まずですね、課題が何かっていうと、まあ人がいない、お金がない、営業力がないっていう状況だったわけなんですね。で、逆にですね、強みを言っていただきました。まず他にない独自のコンテンツを持っている、そして、私経営者の発想力と行動力が素晴らしいということで褒めていただきました。で、当時この分析をしていただいた経営診断士の先生に当時のお話を伺いました。そうですね、本当会社やばかったですよね、あの時ね。いや、なかなかあそこから復活するって相当だと思うんですけど、ただやっぱり稲葉さんのすごいところは、そんなにこう潤沢な資金があるわけじゃ ないにもかかわらず、稲葉さん自身がこれだっていうふうに思って、そこにね、クラウドのことにこう投資をして、まあ、それがまあ結果が出てるっていうことですよね。やっぱりこれ、それはね、多分稲葉さん自身が最初から一人経営者だったわけじゃなくて、スタッフさんを雇用されてこうやってた時期をこう長く経験されてるじゃないですか。やっぱりその経験があったからこそ、もうその DX という言葉が使われ始める前から取り組み始めてたっていうことなんだろうなって思います。さて、ここでこの苦境に立った会社がどうやって立ち直ることができたのか、この理由は3つあります。1つ目はビジネスモデルの DX 化です。リアル中心の研修をオンラインに転換しました。全国どこからでも参加できるようになって、さらにセミナーを動画教材としてパッケージ化しました。それによって24時間365日自動で販売できるようになりました。2つ目はですね、社内業務と受付業務をクラウドシステムで一元化しました。
これによってですね、事務の作業を外注できるようになったんですね。現在ですね、千葉県の子育てママに、この J 版の事務を依頼しています。3つ目がですね、カウンセラーや講師がオンラインで働ける仕組み作りです。性格統計学を学んで資格を取得した方々が自宅で起業副業できる仕組みを構築しました。人生100年時代、社会貢献しながら働きたいと思っている人って多いです。で、日本中どこに住んでいる人でも共に活動していける基盤を作ることができました。さらにはですね、海を越えてインドネシアにお住まいの方にもご協力いただいています。実践した DX の具体的なステップは5つです。まず1つ目、一通りの業務を全部自分でやってみた。セミナーの申し込みの受付から入金などの経理とか合格証の発行など、今まで人に任せていたわけなんですけれども、これを全部自分で経験していくことで、これ無駄だなとか、これもっといい方法ないかなっていうことがこう考えたり見えてくるわけなんですね。それによって2つ目、 AI クラウドシステムを導入することにしました。このはっきりとした業務フローに合わせてカスタマイズしていきました。3つ目、手動でやっていた業務を自動化。それによって集客に成功しました。2020年ですね、テレビに紹介されて放送後たった7日間でメルマガ登録は約5000件、 LINE の登録が2000人を超え、自動化によって想像を超える成果を実感できました。で、4つ目、動画教材を作って販売する。せっかくこのように興味のあるお客様が登録していただいても、売れる商品がなかったんですね。もう私1馬力では限界があったんです。そこで動画教材を作ってパッケージ化しました。そして5つ目、1馬力からの脱出。一人でやっていてもやっぱり限界があります。資格取得した講師やカウンセラーが自宅起業できるクラウドの仕組みを作りました。見える化という、この顧客管理システムを活用して専用のウェブサイトから集客、受付、決済できるようになっています。講師が入力するスケジュールの管理画面と、それからウェブサイトの予約画面が連動してリアルタイムで反映するんですね。講師は自分の生活スタイルに合わせて自由にスケジュール設定ができる、そんなメリットがあります。この仕組みによって仕事をしたい主婦や副業したい人と共に事業を展開できるようになりました。フルタイムで小さい子供2人を育てながら勤務しています。なかなか副業のために時間を割くっていうことが難しいんですが、仕組みが整っているので、もう私は安心してそこに乗っかっていくだけということで一歩進むことができました。主婦である私でも使いやすいなっていうふうに思うんですね。ピッとクリックして、はい、この日空いてますみたいなのが本当に簡単に使えるっていうところがまずありがたいな。全然知らない人が人間関係アップ .com から来ましたっていうメールが一番下に入っていて、私北海道に住んでるんですけれども、三重県の方からお申し込みをいただきました。やっぱりこう主婦が資格を取って終わりではなくって、こういうシステムがあることによってすごくこう幅が広がるというか、お家にいても家庭も大事にしながらお仕事もできて、こう社会とも関われるっていうのが本当に素晴らしいなと思っています。最後に J 版の今後について主な2つの取り組みをご紹介します。1つ目は企業とのコラボ。イオンやララポートなど全国58拠点を持つカルチャースクール十字屋様と提携することができました。今年12月から都内のララポートを皮切りに初級検定講座を開催します。今後は各地に講師を要請して全国の十字屋カルチャースクールに派遣していきたいと思います。資格取得した方々が起業副業できる活躍の場を今後も増やしていきたいと思っています。2つ目はこれからさらに加速する高齢化社会に向けて、高齢の親を持つ見守り世代を対象に新規サービスを開始しました。ロボットに連携することで会話ができるアプリが今年完成しました。お年寄りの認知症予防に貢献する新規事業を展開していきたいと思っています。
今後も株式会社 J バンは DX を駆使して社会に役立つ事業を展開していきたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。